もっち先生のもっちり文法第31回英語の文型その15語る人はもっち先生こともちだ哲郎制作は東京赤口文法能力開発今回も前回に引き続き英語の文型15回目になりますけれども 話をしていきます。そして今回も SVOC なんですが、えー、今回は伝達命令を表す動詞を掘り下げていきたいと思います。まあ、最後他にもちょっと違うトピック入れるんですけれども、まあ、こんな感じです。えー、伝達動詞 テル、まあ、とかティーチとか、まあ、前に SVOO の文型のところあるいは SVOA、まあ、Remind Persuade Advise なんか SVOA にもなりますけれども、まあ、その時にも触れておりますが命令文を埋め込む場合について今日はお話をしていこうと思いますで命令文を埋め込んだ場合は名動詞同士名詞 ToSVO の後で To 不定詞 がきますでこのトゥーフ停止が一応保護になっていて命令を表すんですねこういう構造をしているとで主語の名詞が伝える人で目的語の名詞が伝える相手を表してでその伝達する命令がその後 t トゥーフ停止の形で表れるということになりますまず I told John に see a doctor という文をつないでみます もともと命令文で主語ないので主語の位置をアンダーバーで示して埋め込んでおきました。でまずこれをトゥーフ定式にするとあの空いてる主語の位置をわざわざ埋める必要はありませんのでそのまま I told John to see a doctor.I told John to see a doctor. という文ができます。一方、えー、そこにちゃんとした述語同士 should see みたいなものを入れてしまうと死語必要になりますので、まあ、これ、命令を伝える相手のジョン、その人が意味上の死語になりますので、he 大きなります。死語ですからヒムじゃなくて he ですね。で、ザットでつなぎますと、I told、John、that he should see a doctor John should he a see I told John that he should see a doctor. となります。 で先ほど申し上げた通りで、すいの意味上の主語は命令の相手であるジョンですよと。ですから、はあ、主説の目的と同じですので、トゥーフテーションを使った場合は、ヒーとかヒムは不要なんです。ただ、述語動詞を使うと、主流すですね、えー。述語動詞を使う場合は、主語が必要になって、ザっと説でつなぐという形になるということです。 まず形の紹介をした上で意味がどう違うのかということなのですけれどもまあ、どちらもジョンに医者に見てもらうようにって言ったという文なのですが一番の方は介入が強いですね。やっぱりテロの目的ごとしてジョンがいますからはい。で、しかもチュースイーですよね。命令をちゃんと言ってる感じがすると。はっきり命令の感じがします。 それに対して、ざっと説をつないだ方なんですが、まあ、目的、ちゃんとジョンもあるし、そういう意味なのはわかるんですが、ジョンに医者に診てもらうようにって言ってるんだと、それはわかるんですが、ざっと説、特に手術なんか使うと、医者に診てもらうことは望ましいと伝えただけで、本当に伝えただけなんですよ。うん、あのジョンの行動に介入する感じはあまりないんですね。 まあそういう意味の強さというんですかね。そういう違いが現れます。やはり、ざっとザット説は情報だってことですよね。はい。では、例文追加で挙げていきたいと思います。はい。え、ジム told me to take a bus。え、ジムは私にバスに乗れと言ったと。まあ、あの、伝達する命令が to take a bus ですね。バスに乗れということです。 The doctor advised her to take a few days rest. 医者は彼女に数日休むように勧めた。advise の例ですけれども伝達する命令の内容は to take a few days rest. 数日休むようにと。I persuaded Ben to stop smoking. 私は Ben を説得してタバコをやめさせた、うん。こういう訳し方をしたらなぜかっていうと、実は Persuade は 箱形で使いますと実際にこれが実行されている実現していると例えば、便が実際にタバコをやめているという含みがありますのでこのような言い方になっています、日本語訳の方もね。<で>「p l e a e m i n d m e t o w a t e r t h e p l a n t s, <S、えー、植木に水をやるのを忘れていたら言ってください、まあ、思い出させるということですからこんな風な日本語に対応します。 で、次にアドバイズの補足なんですが、伝える相手、伝達の相手を示さずに、命令を同名詞で表すパターンがあります。えー、I'd advise you に consult with a lawyer 弁護士に相談しろと。これをつなげることにします。で、この I では I would ですね。私だったらそうアドバイスするなと。ちょっと控えめな感じになってると。で、I'd advise you アンダーバー、イメージ上の死後の位置、アンダーバーになってますよと、これで埋め込みました。で、o c o コンサ l トを入れると、U はそのまま残されます。で、i advise you to consult me the lawyer ですね。これは先ほどと同じ形です。で、それに対して、えー、コンサルティングっていう形を使うこともできて、その場合は U が削除されます。 で、あるアドバイザー consulting with a lawyer. あるアドバイザー consulting with a lawyer. こんな形になります。で、まあ、弁護士に相談することを進めますと、ドネーションを使った方が、ちょっと考えてみてねっていうふうな、猶予を与えるような 文脈で使われることも多いようなんですが、目の前でそうしろっていう風な、まあ、命令を和らげる感じで使っていることもありますので、一概にそうも言えないのかなっていう気もします。まあ、あの、例文、まあ、電子辞書とかアプリとかでバーって出しますと、その辺は観察できると思います。え次に命令の動詞に命令を埋め込む場合なんですが、 order, command, ask, b e t request なんかがそれに当たります。で、例えば、うん。例えばっていうかパターンですね。名詞、動詞、名詞、t o ー定詞。うん。こんな形をとります。で、Mary asked me に be more quiet なんか埋め込んでみますね。で、そうすると、Mary asked me で、be more quiet となります。で、まあ、B 同士に未乗の主語が命令の相手である I、すなわち Me になります。で、そうすると、t o o t h a c をつけるならば、Mary asked me, asked me to be more quiet ってなるんですね。はい。で、一方、と説を使う場合なんですが、 この場合、伝達する相手に直接命令を伝えるんじゃないんですよ。うん。非声明を出すだけな感じがするんですね。うん。I be mock white. これは、まあ、あの、文脈を見て、誰がそれを行為を実行するかっていうことを考えて主語を補うんですけど、それでざっと説。Mary asked, asked that. I should be more quiet, もしくは that I, should, that I be more quiet となります。でこの2番の方の形なんですが、今申し上げた通りで、命令の相手を目的語として表すことができません。でこのため、ザッと説の文は間接的な命令依頼を表します。 でこれに対して不定種の文の方は直接的な命令依頼を表すということなんで意味がその辺が違うと,ということです。はい。では例文を見ていきたいと思います。えー、まず、オーデーの例ですね。The general ordered the soldiers to stand up. 将棋は兵士に起立するように命じた。 ですねまあ、オーダーを使ってオーという提示と。それから、ベグっていうのは、まあ、お願いする、買うってことですね。We begged her to stay overnight.、えー、ぜひ一泊してくださいと言ったと、まあ。彼女に向かって言ったわけですね。それから、He requested us to attend the ceremony 彼は試験に参加してくださいと言ったと。これを私たちに向かって言ったわけですね。 まあ、beg とかリクエストあるいはアスクなんかは比較的、まあ、柔らかい依頼っていう感じになると思うんですが、オーデーとかコメンドになりますと割と強めにあれっていう感じがすると。まあ、それぞれニュアンスの違い、あの、強さの強度の違いはありますが、まあ、同じ命令文を意味的に埋め込んだパターンというふうに捉えておいていいと思います。 で、最後 S v、svo as c という形について見ていきたいと思います。これは名詞動詞名詞、svo の後に、as 名詞、もしくは as 形容詞っていう形が続きます。で、これって svo c なんですね。で、この o as c は、主語による主観的な判断を表します。まあ、思い込みってことですよね。で、as の後ろ後には、名詞だけじゃなくて形容詞も続きます。 でこのアズは狭く全知詞と捉えちゃうと、全知詞プラス名詞という枠組みでえ考えなければいけなくなるんですけれども、それよりも保護の印というふうに考えるほうがいいかなと思います。で、例文ですね。で、He resisted regarding quality as a group responsibility。彼は品質を連帯責任として認めようとしてなかったと。 うん、まあ、特定のやつに罪をなすりつける的な話なんでしょうね。resist という動詞の目的語として同名詞になっている。それ,それは regard がそういう用法に,になっています。I can't exactly describe it as pleasant。それが冬書いであると言いかねる。えー、describe as ですね。で、present というふうに形容詞が来ています。she thought of golf as a weight of time. 彼女はゴルフは時間の浪費だと思っていた。うん。あのー、シン n っていう動詞は、まあ、原則として多動詞用法はないので、そうすると of ですね。シン n を of, sync about とおなじみの of をくっつけて、それでこの文献を取ると。sort of golf as a waste of time と、うん。こんな形で使います。 まあ逆に言うとこういうところでもオブが出てこなければってことなので、あの前に思考同士の回でお話をした think O2BC って形がなかなか使いづらいということにもつながってくると思われます。これでようやく英語の文系おしまいです。 長かったですね。15回にかわたってお話をしてまいりました。で、あの、まあ、自動体が絡んでくるところ、あるいは不定詞や同名詞、分詞が絡んでくるところってあります。で、これからまた、あの後半、あのこの後の回で、あの、 純動詞とか自動体について取り上げるセッションをご在、まず用意して、計画しておりますので、まあ、そういうところと合わせてあの見てもらいながら、英文法の仕組み、あるいは日本、まあ、日本文法そうなんですけど、まあ、文法について見てもらえたらいいなというふうに考えております。でも、ちょろっと、まあ、日本文法の話しをしましたが、えー、次回は日本語のトピックを使っていこうと思っております。まあ 日本語やったり、英語やったり、漢文やったりっていうのがこのままもっちり文法の持ち味の一つですので、そんな形でやっていきたいと思います。ということで、今回はここまで。もっち先生のもっちり文法第31回英語の文系その15おしまいです。次回お楽しみに。